JOEUFM FC 今治応援番組、行こう夢スタ、頑張れ FC 今治。全力で駆け抜けてゆくんだ。 J3 で戦う FC 今治を応援する番組、行こう夢スタ、頑張れ FC 今治。この番組は FM 愛媛と FM ラジオバリバリの共同制作でお送りしています。この番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りします。イオンモール今治新都市からのお知らせです。 FC 今治でお得と題し、当日の試合チケットもしくは2022シーズンパス、またはセーラーズカードのご提示でお得なサービスを実施中。各専門店ではレジにて 5% オフなど特典満載です。ぜひイオンモール今治新都市へ。イオンモール。それでは FC 今治の最新情報を FM ラジオバリバリパーソナリティナナさんが FC 今治のスタッフの方と一緒に届けてくれます。 FC 今治スタッフの今井です。今井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速参りましょう。明治安田 J3 リーグ第30節まで来ましたね。まで来ました。はい、10月23日日曜日、ありがとうサービス夢スタジアムホーム戦ありましたね。はい、FC 周り対戦相手は松本山雅 FC。 松本山雅からたくさんのサポーターが駆けつけてましたね。はい、ゴール裏350名ぐらい、そしてメインもたくさん緑の方いらっしゃいましたね。緑がいました。はい、熱い応援でした。熱いし楽しいし、はい、でそんな松本山雅戦の結果報告を今井さんお願いします。はい、前半1対0、後半0対2、合計スコア1対2で敗戦となってしまいました。なんと逆転負け、はい、2連敗、はい、ということで、痛すぎる2連敗ですね。このタイミングで、このタイミングで絶対に勝ち点3じゃないとダメだった。いや、はい、まあちょっとそのあたりも含めて聞いていきましょう。そうですね。はい、まずまずまずよ、はい、前半のこの1点、はい、誰が決めてくれたんでしょう。早い時間、前半5分、うん、中川和樹選手出ました。11得点目。はい、いや、この時間帯で取れるの大きかったですし、インディオの粘りからいいクロスが入って、そこに相手をこう前に入るようにヘディングで、一度はポストに当たりましたけどキーパーに当たって入ったという素晴らしい形でした ね。 そうですね、幸先良かったですけどね。中川選手のこのゴールが前半5分、はい、しかもこの試合、中川選手が前の試合で J リーグ通算100試合達成していて、セレモニーだったんですよ。そうですね、でお母様来ていただいていて、花束贈呈があって、その流れで和樹が決めてすごいですよ、ね、やってくれたと、はい、でこの流れのままっていう感じで行きたかったたんだけれども、後半の立ち上がりの4分に田中パウロ純一選手、このミドルシュート素晴らしいシュートでしたね。もうこれは本当田中選手褒めるしかないです。ちょっと待って、相手のあのすいませんゴールだったんだけど、なんなんめっちゃかっこいい。いやー、このはい、田中パウロ選手、YouTube とか、はい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 、SNS も盛んにやられてて、前回の試合も2得点ベンチ外とかでもずっと発信をし続けていて、そこからこうメンバーに入って途中出場出て2得点で今回も得点で、ここでまあ同点に追いつかれるけども、はい、まだ時間あります。ここでまだまだ時間ありますよ、はい、後半さっきね、松本山雅の方からもたくさんのファンサポーターが駆けつけましたが、はい、FC 今治もこれ来場者数3753名、満員御礼を掲げさせていただいて、チケットも完売、チケット完売でということで、天気も良くて、はい、もう本当にたくさんの青のサポーターに後押ししてもらって、もうお互いのサポーター同士も熱く戦ってましたし、選手たちも戦っていて、なんか試合自体は負けましたけど、すごくいい雰囲気の試合会場でしたし、スタジアム内の熱気があったなという感じだったんで、余計勝ちたかったですね。悔しい、はい、そうなんですよ。後半に、34分に、まあ、失点がありましたもんね、はい、ここも悔しい。
ここもいい崩しでしたね、右サイドでボールを受けて、そこからためでカットインしてきて、もう一人そこに斜めに走ってきていたね。でその選手が中に折り返し、中でうまく合わせる。もうあそこまでこうボール振られちゃうとディフェンスももう目ついていかないですから、はい、目の前入られた相手に先に触られちゃうという、はい、残りの試合は4試合、まだまだ可能性がなくなったわけじゃないですから、そういうことです、はい、ただ優勝の可能性はなくなってしまいました。現在の順位の確認です。はい、現在順位6位です。6位のまあまあ、まですね、ですね、はい、で、勝敗が16勝5分け9敗勝ち点が53、昇格の残りに残ってます。残ってますよ。まだ8点9差です、はい、4試合9差まだ残ってます。そういうことです、はい、現在が順位2位が藤枝62、はい、分かりました。現在順位は6位のまま、勝ち点は53、はい、FC 今治です。残りは4試合、はい、ということになりましたよ。だって夢スタのもうすぐそこに里山スタジアムができてますよ。はい、もう夢スタ残すところ2試合です。そう、もう本当にありがとう夢スタという感じですね。2試合そこで J2 で迎えないと、はい、迎えたい。まだ可能性はあります。あります。皆さん、ぜひぜひ引き続き熱い応援よろしくお願いしたいというところで、次の試合は10月30日。アウェイですね。アウェイ。うん、カターレ富山。カターレ富山か。5位との対決、1個上の順位との対決です。勝たないと、絶対に。勝てば順位がひっくり返る。はい。ひっくり返らせましょう。もちろんです。で、あのパブリックビューイングを行っています、はい、復活しましたが、この30日の日もアウェー戦でパブリックビューイングがあるのかなと思っている皆さんへのお知らせなんですが、はい、今回はパブリックビューイングがなくてですね、今治の街中は国際サイクリング大会、ね、はい、サイクルしまなみですかね、にぎわっているということで、はい、しばっち広場の方で、残念ながらというんでしょうか、パブリックビューイングの方は今回はありませんので、はい、ご注意いただいて、皆様それぞれダゾーン、ダゾーン、はい、あるいは現地ですね、まあ、現地ですね、うんうん、現地に駆けつけていただきたいという流れでございます。はい、ということで皆さんぜひぜひですね、引き続き FC 今治への熱い熱い応援お願いしたいなと思っております。ということで FC 周りの情報を届けていただきましたのはスタッフ今井さんでした。今井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。なお FC 周りの最新情報は FC 周りのホームページをご覧ください。 FC 周り応援番組、いこう夢スタ頑張れ FC 周り。この番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りしました。君は